先ほども申し上げましたけれども、その一般世間ではなかなか通らない業界の習わしに従った、あるいは法令の知識がなかった、あるいは本当に部門間できちんとした情報の伝達ができていなかった、こういうことが起こしたメニューと、メニューの食材と実際に提供している食材が違う結果をもたらしたと、こういう説明をさせていただく以外に今の私の心境としてはございませんのですけれども、はい、他の方の質問ございますか。じゃあ最後にもう一つだけ、50円とか9円とかその差額が非常に少ないという情報をさっきおっしゃってましたけれども、その情報というのは我々はどういうふうに受け止めればいいのか、我々にどう受け止めてもらいたくてそういう情報を今おっしゃったのかというのを教えていただきたいんですが、前回 の会見でその種のご質問がございましたので、具体的な数値きちっと算出をしましてお示しをしたとすぎませんで、先ほど冒頭で申し上げましたように、これでもって罪を軽くしようとか、そういうようなことのためにご提示したし数字ではございません。わかりました。はい、はい、それでは一番後ろ一番端の方。共同通信の八島と言いますが、共同通信八島さん、はい、2点質問なんですが、今回その、偽装事実上を認めてその場で、トップが辞意を表明すると、企業不祥事としては最悪の結末を迎えたと思うんですけれども、その背景としてプリンスホテルさんが、その段階的に発表した一方で、まとめて公表したと、ただその調査が不十分調査が不十分で傷口を広げたという部分があると思うんですけれども、その対応が、エビの関係でもその、一回その見解を撤回するとかですね、いろいろ二転三転した部分があったと思うんですけれども、その部分が傷口を広げたんじゃないかなと思うんですが、その点について、社長として、対応はどうだったのかと振り返っていただきたいの一点と、あとその調査の中で結局前回の会見でも明らかにならなかったんですけれども、いわゆるその、23店舗ですか、でなぜこれだけ多くの、店舗でこういった問題が広く起こってしまったのかという背景について、その後何か調べが進んでいれば、教えてください。まず今回 の調査を振り返ってどうかということでございます。プリンスホテルさんの事案を受けまして、私ども自主的に社内調査に入ってこうしたことが明るみになったわけですけれども、その過程で私自身は後追いで新たな事実が次々と判明するということの方がその調査自体に対する信頼を期するだろうというふうに、逆に先の例をその反省材料として当社はきちっと調査を尽くしたものを出したいということを考えて2ヶ月以上に及んで調査をして今回発表に至ったということでございます。でそのせいでかえってその間時間がかかりすぎている、あるいは隠蔽の意図があったのではないかということでございますけれども、私は7月中旬にこの案件を報告を受けたから以降、ひとときも公開をしないですとか隠し通そうなんて思ったことはございませんで、これはきちんとお詫びと出直しの意味を込めて発表をして、それでなければ本当の意味での会社の再生はないと思って、こういうような前回の先週の記者発表をさせていただきました。いろいろご批判は受けしまして反省点も数多くございますけれども、ただ私としては自ら非を認めて、そして襟を正すべく出直しをすべくこれを公開したという思いはございまして、今回の案件判明以降、要するに調査の指示、調査の結果が出て詳細調査の指示、あるいはそれをきちんと発表をして出直す、この間における私の経営意識なり経営判断に
人さだかも恥じるところはありませんし、もし後悔するものでもございません。それから2点目の多くの店舗に広がった経緯、これにつきましては私は今回この6件の再調査にかかりきりになっておりまして、その他41件につきましてはもう私以外の者が順次疑義が多く出されるようなものにつきましては調べております最中でございまして、まだどうしてこんなに広がったのかということにつきましての分析はできておりません。でただ調べが終わりましても、これが原因だったねというような確たるものが出てくるのかどうかも今の段階では断言しかねるというような状況でございます。よろしいでしょうか。はい、次の方。はい、それでは、はい、こちら前の方。朝日放送の尾形と申します。朝日放送尾形様。はい、3つ目ですかね。若鶏の原材料の変更ならばともかく、そういう野菜の内容の変更まではお客様にお伝えしなくても問題などないだろうということでしたけれども、こういったこのことに関しては偽装になるのではないでしょうか。ですから偽装と送ってもらえる、要するに全く違った商品をお断りなく出していたということをお客様が偽装とお感じになられても致し方ないというふうには思います。お客様ではなく社長は偽装とは取らないですか、この行為自体は。社員に聞き取り調査をいたしまして、先ほど調査結果を発表させていただきました。でそこにいかなる悪意もそのよこしまないともございません。単純な思い込みであったり、あるいはミスであったり、そういうことが積み重なっていろいろ複合的にこのようなことになっておりますけれども、とは申せ起こした事態に関しましては、これはですから偽装と受け止められても仕方がない、こういうことしか申し上げられないというのが心境でございます。上げ足を取るようで恐縮ですけれども、お客様にお伝えなくても問題はないだろうという判断というのはかなり悪意もあるのではないかなと思うんですけれども。悪意というよりかはそこまで思いが至っていなかったということで、その点はお粗末と言われても致し方ないというふうには感じております。そういう点も含めまして、今後はきっちりと教育をして再発の防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。